はい、どうもです。今回はですね、アップで情報が入ってきましたので、こちらの方紹介していきたいと思います。まあ、結構大きく変更があるみたいですね。ここブワーっとめちゃくちゃあるという感じになってます。まあ、翻訳機能を使ってちょっとやってるんで、言葉はちょっとおかしかったりするかもしれないですけど、まあ、どんなところが変更になるかっていうのを見ていきたいなと思います。まあ、まだこれに関してはすぐに、5版ではなくて先に4から Xbox 版でやるみたいなので、まあ、そのうち5ももちろん変更されるんじゃないかなと思っております。では早速見ていきたいと思います。まずゲームプレイですね。極端な角度で実行された場合含めパスを始めてロビングした精度の低下ってことで、多分まあこれに関しては、パスですね。ダイレフラスとかかなとは思うんですけど、体勢が悪いと明らかに精度落ちますよっていう感じですね。で、トリベラの精度が大幅低下ってことで、まあ、このトリベラもまあ前作同様にですね、結構入るっていう印象があって、まあ、自分、今、シュートの設定を精度にしてるから、あまりやってなかったですけど、まあ、精度の部分で言ってもこれを、極めていければ、本当にゴールが入るっていう、あったので、まあ、これがまあ、能力、入りにくくなるよっていう感じだと思います。大幅ってついてるんで、まあ、だいぶ落ちなんじゃないかなっていう、前作と同様な感じになるんじゃないかなと思っております。で、まあ、これに関しては5バックですね。ちょっと5バック弱体化の情報が出ましたね。はい。で、これに関しても、ディフェンスラインの幅が大幅に増加っていうことなんで、今までに関しては正直5バック、中にギュッと締まってたんで、まあ、それを考えるとですね、まあ、これ大幅、に、幅広げるってどうなるのって感じなんですけど、間空いてしまうと、結局5バックの強さの意味があまりなくなってくるのかなと思うので、まあ、こうなったことによっての影響度っていうのが、見えてくるんじゃないかなと思います。隙間が疲れて結局433に勝てないとか、まあ、今まで以上に5バックの強さが、まあ、なくなる傾向にあるのかなとは思うんですけど、まあ、蓋開けてみないと正直わかんないかなって部分もあるんで、まあ、ここは一番楽しみな部分であるかなと思います。正直今、ファイバックが強すぎる印象もあったので、まあ、ここでの弱体化っていうのは重、まあ、でかいアップデに入るのではないかなと思います。で、まあ、ドリーム分パスの潜在的な精度の低下、まあ、これはまあ、そういうことですね。そのままだと思います。次の役割で AI プレイヤーを攻撃する実行の頻度を増やしましたと。シャドウストライカー、インサイダーフォワード、インサイドフォワード系ですね。これの、まあ、ウィングバックの動きが、やっぱちょっとウィングバックじゃない。この辺に書いてあることの、まあ、攻撃の頻度がちょっと低かったのかなと思います。まあ、これに関しては、まあ、なんか映像とかがないと正直わかんない部分であるんですけど、はい。違和感あった方とかは、ここで良くなるんじゃないかなと思っております。近くの自己、なんか AI の部分かな。で、プレイヤーにプレッシャーかかっておらず、一般に1対1の状況、オープンゴールなどゴールに明確な視線がある状況で設定されるシュートの精度が向上。まあ、上がるってことですね。だから、冷静さ部分とかの話なんかなと思うんですけど、ここがだから、もとも、ちょっと入りにくかったかな。それをシュートの精度を上げましたよっていう感じですね。ここ辺はちょっとわかんないな。オフサイド条件の AI プレイヤー認識の向上。ああ、だからまあ、ラインが崩れてる時にちゃんと合わせてくれるってことですかね。まあ、ちょっと間違ってたらコメント欄で教えてください。はい。CPUAI はドリブルなくビデオ中のパスサーに優先する。ああ、はい。スライドタックルアニメーションの速度を下げましたと。速度を下げたってことは、遅くなるってことか。で、クリアンス精度がわずかに向上しました。運転時の、まあ、この辺はまあ、あんま関係ないですかね。長距離のショートとコーナーなどコールキーパー意図せずにボールから離れます。もうこんなんやばいですよね、だいぶ。まあ、キーパー動き多少やっぱ変だなとは思ってましたけど。はい。場合によってはディフェンダーがパスをインターセプトしようとするのではなく、ボールから向きを変えて対面した可能性。これもなんか違和感あった。はい。AI プレイヤーは必ずしも意図した通り自分自身を配置するわけではありませんでしたと。これもうライトウィングのみっていうね、インサイドフォワードの今まで使った選手がなんか意図した位置にはいなかったっていうことで、まあ、この辺、今までやってんのになんなんこれってなってた人は、これで改善されるんじゃないかなと思います。フォワードとのペナルティキック際の審判の意思決定の改善。まあ、ここ、確かにペナルティキックちょっと違和感あったりとか、これフォワードじゃないのっていうシーンだったりとか、逆にこれフォワードなんみたいな、あったんで、まあ、ここはまあ修正されるってことですね。チームマネーでカウンターとパス交換した場合、ハーフウィングはサイドを変更できなかったでしょうっていうのがあったか。
まあ、褒め系もめちゃくちゃ問題ありますよね。あと、フォーメーション変えてんのに、タイム入っちゃうと一回また元のフォーメーション戻るとかね。あの辺のバグも正直、やばかったですよね。スキル移動中、物理的接触してプレイヤーがボールを簡単に押した、これもありましたね。はい。一部のシナリオでゴールキーパーボールキャッチする代わりにボールパンチまた。これも思った。なんでここ弾くんみたいな。絶対弾かんでいいやろみたいなところで弾いてたっていうね。一部のパスでボールが移動したよりも早く移動した可能性。もう、めちゃくちゃ項目は、まだまだありますからね、これ。ディフェンダーによるタックを試みる後にボールをコントし続けるとき要求されたローパスは意図したよりも実行に時間かかった可能性がありますと。うん。自分のパスは意図したよりも正確であった可能性があります。だからパスの精度落とすのかな、これで言うと。ショートパスを実行するときに発生する可能性のあるアニメーションの改善。稀なシナリオでユーザーがパスを受け取るプレイヤーのコントは失った可能性がありますと。で、セットピースの間にボールプレイヤーに見えた。このキーパーセーブを試みるときに意図せず間違った方でダイビング。これも、メニャンとか特にひどかったんですよ。なんか正面めっちゃ入るとか。これかな、なんか正面なのになんかわけわかん方向飛んで入るとかね。別に当たってるわけでもないのにみたいな。はい。一部のドリブル状況で CPU AI をユーザーコンタクトに対してボールに挑戦しようとしませんでした。はい。まだにゴールキーパーセーブ、ゴールポストの真似引っかかった可能性があります。これは FC24 でもありました。はい。大会中に起きました、一回。はい。スキルムーブの CPU スライダーは以前はベースの内容のみ適用されます。ボールをドリブルするときゴールキーパーアニメーション改善。これ、あ、ゴールキーパーアニメーションか。ゴールキーパーを通過した可能性があります。はい。プレイヤーフィール、ゴールポストは周り動けなくかんない。もうやばいよね、いろいろ。特定のシナリオで相対戦でゴールキーパーシェルスってセット。ああ、これあった。これは、フレンドリーマッチとかで、マニキーできなかったですよね。あれ、意図してなかったんかい。談合対策なんかと思ったけど。フリーキーからタイムアウトした時、自動アクションは普通でか。一部のシナリオプレイヤーセット。ああ、時計うせ。まあ、ちょっとこの辺はやばいですね。UT。別のエボリューションでアップグレードされたエボリューションを相手を使用すると、特産表示されませんでしたと。はい。シーズンパス目標、マイルストーン、リワードを主張するときに、アイデンティティの問題発生する。ありましたね。これ、なんかバグで止まるっていうのありました。新しい、作成できませんとかね。はい。ありましたね。なんか、もうバグでエラーで戻るっていうね。これもめちゃくちゃ多かった。これ。プレイヤー交換してから、ドラフトで変えた後、安定性問題発生する。めちゃくちゃありましたね。はい。元のグループと再びパーティーすることは、これもめちゃくちゃ鬱陶しかった。はい。新しいアイテム画面アクティブに設定されているスタジアムアイテムは適用されませんでした。目的の報酬が請求された時にシーズンパスの。まあ、めちゃくちゃありますね。ああ、この SBC もね、ありますね。っていう感じですね。まあ、いろいろありますけど、まあ、ちょっと項目多すぎて、なんか、入れた時に、また、なんかメンテナンス入りそうだなって印象は正直あるんですけど、まあ、なんか、うまくいってほしいなっていう部分もあるので、まあ、大きい、やっぱりアップデートとしては、ファイブバックが弱体化であったりとか、まあ、ダイレフラスとかかな。あの辺の含めて、もう一回弱体化が入ると、ファイバックに関しては初かな。ストレフとダイレフラスは一回入ってましたけど。まあ、ここでどうなるかっていうところと細かいバグ。やっぱこう見るとめちゃくちゃあったんだなと思います。まあ、実際やってて、だからもう自分が下手なんかなっていう部分も、まあ、もちろん、全然ね、そこまで今上手くないので、本当にあったんですけど、まあ、本当になんか意図してない部分でのこういうエラーによる、まあ、実際の、まあ、ミスであったりは得点失点があったんだなっていうのも感じましたので、まあ、これでいい感じに修正されることを願いつつ、まあ、もちろん、この変更ないのっていう部分もあると思うので、まあ、それも時期変更されるのを期待しながらやっていきたいなと思います。はい、以上になります。よければですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、また。3000万ぐらいかな、多分。だと思うんですけど、まあこれに関してはまあ利益というか、手数料が入ってないとかいろんな兼ね合いがあってちょっと差額が出てるんですけど、まあまあ今作もそれぐらいのコインは増えたかなと思います。まあ自分自身今作に関してめっちゃ、まあ大会も結構ほとんどっていうか全部参加してきてるんで、まあ1回の FCS 以外は全部参加したんじゃないかなと思うんですけど、まあその時の大会のスカット組んだりとかでも結構損害としては大きかったので、まあそれ踏まえた上での、まあこの金額だったらまあ、
本作もできたかなとは思ってます。一応まあ自分としてはまあトレード収入とかは全然オープンにしてるので、まあ皆さんにも結構まあ X とかで載せたりとかもしてますけど、まあ前作で言うとまあ5000何百万、前々作で言うと6000万っていう感じでした。で、まあ今作もまあ、まあ戦士がね、やっぱ高いので、まあそういった面で言っても、まあコインは結構必要かなと思います。まあ大作も同じ感じで、ね、情報は出していこうかなと思うので、まあその加入についてはですね、よければ概要欄の方に詳細全部書いてますので、まあその Twitch だったりとか YouTube についての、方も載せてますので、よければそれを見ていただけたらと思います。で、まあどんな感じで出してるのってとこなんですけど、まあ、これはまあ転売成功案件になります。自分もまあ直近で出たシャビとか、7万9000買ったやつをまあ10万とか11万で売りましたよとか、まあ3万で買ったディフェンスもまあ3万8000とか4万とかで売ったよっていうやつになりますね。で、まあ、ちょっとまあ最近で言ったらね、情報が少なくはなってきてるんですけど、まあこんな感じで誰々がおすすめだよっていう、まあ何歩ぐらいで狙って何歩で売った方がいいよっていうのをまあこんな感じで載してるっていう感じですね。まああとはもうExcelとかでも、こういう感じで Excel とかでまとめたりしてて、まあこういった情報を出してるっていう感じになります。ちょっとまあ終盤になるにつれてね、まあ情報量としては、まあやっぱり移籍市場としてもちょっと動きにくかったりもするので、まあそういった面で言っても、ちょっとやりにくい状態ではあるんですけど、まあそれでも一応、増やしていってるっていう感じにはなります。まあ今作はやっぱり男女になったりとかで、まあ各レートの仕込みであっても結構こう上がりにくかったりもしたんで、ちょっと難しさっていうのは出たんですけど、まあそこもちょっと工夫しながらですね、対応はできたかなとは思ってるんで、まあ大作も、まあ多分またパターン変わってくるかなとは思うんですけど、まあちょっと今作とか前作、前々作の知識を使ってですね、皆さんにいい転売情報を出していけたらなと思っています。FC24 の転売情報ですね。で、まあプレイに関しても、一応対応とかしてて、まあ自分としてはまあランク1だったりとか、まあ FCS で言ったら、まあちょっとオフラインはいけてないですけど、オンラインでベスト16ですね、グループリーグ突破の決勝トーナメントベスト16は3回残ったりとか、っていうのが、まあ一応自分の中での実績ですね。まあアジア大会も出たりとかもありましたけど、まあそういった実績とかもあるので、まあそういった、カスタム戦術とかの共有であったりとか、おすすめ選手とか、エボリューションとかも含めてですね、まあこういった感じでね、やってるんですよね。一応まあ、こんな感じで。はい。まあ、このコーチング動画に関してはまた前にも一回出したと思うんですけど、まあ、コーチング しますよっていう感じのやつですね。まあ、こういった感じで募集かけて、またやっていこうかなと思ってるんですけど、まあ、おすすめ選手だったりとか、誰々強いよとかいうのをこういうのに出してるので、まあ、興味ある方は、ぜひ、まあ、概要欄見ていただいて入っていただけたらと思います。っていうことで、まあ、最後にですね、まあ、このチャンネルですね。よければチャンネル登録していただいて、まあ動画の方に関してはもう本当にレビューとかカスタム戦術とか、まあプレイのところとかですね、メインに出してるんで、まあ別の情報ですね。まあ、やっぱり、まあこれを特定にしてる関係上、まあこういった FC20 の転売情報とかは、YouTube のコメントとかでは、回答しづらいんですけど、まあライブ配信とかでは一応ね、もう限られた時にしかやってないので、回答してるっていう感じにはなってるんで、よければ、そういったところも見ていただけたらなと思います。で、まあチャンネル登録も、5000人目指してるってこともあるので、よければしていただけると嬉しいです。まあこういった感じで動画の方もまだ引き続き出していくので、皆さんよろしくお願いします。まあディスコに関しては、何度も言うように概要欄の方を見てください。それでは、また。